アジュディ・ミツオオとは日本の競争馬である。2004年、2005年の東京大賞店を連覇し、地方競馬所属馬として初めてドバイワールドカップに出走した。また、南関東公営競馬のコバ GI を完全制覇している。主戦騎手は内田博之。馬名は父馬アジュディケーティングの馬名と母馬の馬種の名前に由来する。 2004年ナーグランプリサラブレット3歳最優秀馬、および2005年と2006年の同年度代表馬、同サラブレット4歳以上最優秀馬。2003年にデビュー。9月15日の JRA 認定競争の2歳新馬戦で、石崎隆之が起場し、デビューガチョした後、翌年まで休養する。2004年、騎手が佐藤隆に乗り換わって、 4月13日の3祭戦と5月12日の東京ワンカップを勝利し、デビューから土つかずの3連勝で東京ダービーに出走する。東京ダービーではそれまで5 0無敗、それもすべて4馬身以上の喫茶をつけて勝利していたベルモントストームがいたため単勝2番人気となったが、スタートから先頭に立つ逃げの策で2着の競泳プライドに2馬身2分の1差をつけて勝ち。 4連勝で東京ダービーを制した。その後はジャパンダートダービー4着、黒潮杯月3着と敗れ、日本テレビ杯からは内田博之に乗り換わる。続く JBC クラシックでアドマイアドンの2着に前線すると、年末の東京大賞展ではジャパンカップダートを勝ったタイムパラドックスやダービーグランプリに勝利した。 パーソナルラッシュラを破って逃げ切り勝ちを収め、地方競馬所属馬では2001年の東方エンペラー以来3年ぶり、南関東所属馬では1998年のアブクマポーロ以来6年ぶりに同競争の勝利となった。第51回東京大賞店東京大賞店の勝利により、地方競馬所属馬として初めて2005年のドバイワールドカップに招待されたが6着に敗れる。 その後は検益などの事情もあり秋まで休養。秋は日本テレビ杯から復帰し3着。武蔵野ステークスでは初めての東京競馬場のコースとスタート地点の芝コースに馴染めず4着。ジャパンカップダートでは競争中に落鉄する。アクシデントもあり10着に大敗する。冬の東京大賞典では四番人気に甘んじたが、内田博之の好判断でスタートから先頭に立ち。 そのまま逃げ切って2着のシーキングザダイヤに一馬身2分の1差をつけ優勝。東京大賞典史上初の連覇を達成した。第18回柏記念2006年、初戦の川崎記念では、東京大賞典2着のシーキングザダイヤが一番人気で、アジュリミツオは二番人気であったが、スタートから飛び出すとシーキングザダイヤを首差で振り切り、統一 GI 連勝を果たした。 次に挑んだフェブラリーステークスでは、スタートの芝コースで少し立ち遅れ、後方からの競馬となってしまい7着に敗北した。その後、柏記念に参戦する予定であったが、調教師の判断でマイルグランプリに出走。道中は2番手追走の競馬となるも、結局は2番手に小馬審査をつけ、コースレコードで勝利する。続く歌記念でもスタートから先頭に立ち、道中は、 レースの主導権を握り、フェブラリーステークスで先着を許した、ブルーコンコルドやサカラートを相手に勝利を収める。騎手を務めた、内田自身は、柏記念に連覇となった。第29回帝王賞。左、アジュデミツを右、金引きり柏記念の後、帝王賞に出走する。この時点において、2005年の JRA 賞、最優秀ダートホースの金引きりとは、 2005年の武蔵野ステークスジャパンカップダート2006年のフェブラリーステークスと3回対戦していずれも金引きりが先着していたが南関東の競馬場での初対戦となった本競争ではスタートから先頭に立つと最後の直線で金引きとの一騎打ちを展開した本競争未勝利の内田博之と連覇のかかった竹豊の2名のトップジョッキーの叩き合いは 実況を担当した、及川明の、勝ちたい打ちだ、負けられない、竹豊に示されるように激しいもので、最後は、アジュディミズオーが、二段ロケットと実況に称された2の、足を使って制し、2分2秒1の、コースレコードで優勝した。この一戦は、大井競馬を主催する、特別区競馬組合が2011年に実施した、ファン投票企画、TCK ベストレース25で、 1> 第1位に選ばれている。帝王賞の勝利によって、同馬は、南関東小馬 GI 完全制覇を達成すると、ともに、アドマイアドンに続く市場に登目、地方所属馬としては、初のダート GI5 勝を達成している。その後は、JBC クラシックを目指していたが、骨流を発症し、休養に入る。結局 JBC クラシック出走は叶わなかったが、順調に回復し、 年末の東京大賞典で復帰を果たした。しかし、戦闘を奪えず5着に敗れ動 1GI3 連覇はならなかった。2007年も初戦は、川崎記念で、バーミリアンが1番人気、アジュリ・ミツオは2番人気であった。スタートから逃げる形となっていたが、2周目第4、コーナーから最後の直線の入り口にかけて、バーミリアンにかわされ、 最後は6馬身もの差をつけられて2着に敗北し、川崎記念連覇はならなかった。続いて、フェブラリーステークスに出走。スタートが苦手な芝コースのため、スタートダッシュがつかず、そのまま14着に敗れた。続いての柏記念では、ブルーコンコルド、サンライズバッカスに続いて3番人気となった。スタートから逃げる展開となったが、直線に向いてから、 ブルーコンコルドに内から詰め寄られ、粘り切れずかわされ2着に敗れた。レース後は休養した。2008年3月5日のダイオライト記念で復帰するが6着だった。レース後は休養に入り、この年は一戦のみとなった。1年の休養を終えて、2009年3月26日のマイルグランプリで復帰。スタートから先頭に立つも最後の直線で、 ロイヤルボスにかわされ2着に敗れた。続く5月5日の柏は記念でもスタートから先頭に立ったが最後の直線で失速し8着に敗れた。その後、6月24日の帝王賞ではデビュー戦以来となる石崎隆之とのコンビで出走したが10着と大敗した。その後、秋に向けて調整が進められていたが8月20日の調教中に 左講師の中筋を痛め、関係者で話し合った結果現役を引退することになった。11月18日に船橋競馬場で引退式が行われ、2006年、柏記念優勝時の絶景にをつけて、内田博之を安状に、キャンターで馬場を一周するラストランを行った。2010年からは、アロースタッドで種ボバとなっている。 2011年度の種付け量は条件にもよるが30から50万円。2011年2月2日に初年度サンクが母、ミスプロの発語として誕生した。サンクは2013年にデビューした。タイムランの R はレコード価値を示す。黒文字のついた競争の格付けは南関東公営競馬独自のグレード。格付けに関する詳しいことは 競馬の競争格付けを参照。ありがとうございます。